新政反対一揆とは、明治時代初期に明治政府が行った、徴兵令、地祖改正などの新しい政策に対する不満から、発生した一揆、暴動の総称を指す。日本では、幕末から明治維新に至る間には、世直し一揆のように多くの一揆や暴動が、発生したが、それらの多くは、権力の空白によって生じた混乱と、新権力への期待を同期として起こされた。 1871年に実施された廃藩置県によって統治者が藩から明治政府に明確に交代した以降の新権力とその政策への批判として発生した一期を申請反対一期と呼ぶ。申請反対一期では地租改正などの国家運営の根本となる政策や文明開化に関する諸施策が廃止の対象として要求されたが多くの一期では 要求内容は、その故障に限定されたものではなく、開花政策全般にわたる、様々な事柄が並列される場合が多い。例えば、明治6年には、血税一期と呼ばれる一期が頻発したが、その要求は徴兵制の撤回以外にも、廃藩地権の撤回、旧暦の復活、途牛の廃止など多岐に及ぶ。人生を放棄した、明治政府のもとで、農民の生活は、 半が治めていた時よりも厳しいものとなっており、重症主義的な政策によって、効能や消化との格差は開くばかりであった。また、開花政策が欧米を模範とする政策であることから、新政府の中枢は偉人によって支配されているという、不信感が広がっていた。廃物希釈運動や、先民廃止令といった、 ルス政府による急進的な政策によって生じた社会習慣の変化に強い困惑を覚えていた。人々は新政府や外国人とキリスト教に対する不安と恐怖によって非合理な流言を生み出し多くの暴動の発火点となった。新政反対一揆は政治デモ的な近世の一揆とは異なり参加者が武やを傾向した武装集団となる例が圧倒的に多く、 政府に関係ある施設や管理の住宅、租税を徴収していた豪農の屋敷、被差別部落などが襲撃され、放火による家屋損壊や死傷者を少なからず出している。流言によって一揆に参加する自民や社会階層も村単位で決明する近世の一揆とは、比較にならないほど多くなる例もあり、明治6年に発生した福岡県の筑前竹あり一揆には、 約30万人が参加しており、法条件の決税一期には全個数の60から70%が参加したという。明治政府は一期の群発を重大事と捉え、警察力と賃貸の武力をもって鎮圧し、首謀者の即決処刑と不和随行者を含めた大量処分をもって臨んだ。筑前竹あ一期では首謀者4名が残罪。 罰金刑まで合わせて6万4千人が処罰されている。ありがとうございます。